住吉神社。住吉神社は、福岡県福岡市博多区住吉にある神社。式内社、名神大社、筑全国一宮。旧社格は、官兵商社で、現在は、神社本庁の別表神社。全国に千数百社ある、住吉神社の始祖であり、大阪の住吉大社、下関の住吉神社と共に、三大住吉の一つに数えられる。 福岡市中心部、かつて、冷川と中川の川口、冷蔵津に突き出る形で鎮座しており、公開守護神の住吉三上を祀る神社である。全国には、住吉神社が2000社以上分布し、一般には、大阪の住吉大社がその本社とされるが、同社の住吉大社神代記には、住吉三上は、畜子大臣と記されているため、当社が、すべての住吉神社の始祖である。 古代には他の住吉神社と共に山東県の国家的公開神として数形され、中世からは地区全国の一宮に位置づけられたほか、領主、一般民衆からも海にまつわる神として信仰された古社になる。現在の本殿は江戸時代前期の黒田長政による造営で、その建築様式は住吉造りと称される古代日本の独特なもので、 国の重要文化財に指定されている。他に文化財としては、境内から出土したという弥生時代の道家、道保などを伝生し、祭事としては、霊祭の相撲会大祭など、祭神の由緒にまつわる各種神事を現在に伝えている。祭神は次の五柱。これら五柱をして、住吉五所大臣とも総称される。主祭神の住吉三神は、古事記。 日本初期において二つの場面で登場する神々である。一つは、その生誕の場面で、高戦国から帰ったイザナギ、イザナギ村、イザナギの命が汚れ払いの他、畜生日向の立花の岡戸、小戸の淡木原、淡木原、青木源でみそぎをすると、綿積み三上、海三上と共に、これら、住吉三上が誕生したという。ついで登場するのは、 神宮皇后の朝鮮出兵の場面で、住吉神は皇后に神がかりして信託し、皇后の参観政党に協力することで政党は成功する。特に、日本初期では朝鮮からの帰還に際して信託があったとし、住吉神の改まを祀る祠を、穴戸山田村に和魂を祀る祠を、大津邸中倉長尾に設けたとする。一般にはそれぞれ下関の住吉社。 大阪の住吉大社に否定。一方で、当社演技では、住吉神が生まれた、淡木原を当地に否定する。その説の中で、日本書紀において、三韓政党以前に、神宮皇后が、よさみやびこをたるみに対して住吉神の官主を、明治たとす記事を、当社の創建記事とし、これによりすべての住吉神社の中で最も早く、創建された神社であるとする。 住吉三神を構成する、そこ筒の王の命、中筒の王の命、右派筒の王の命の筒の尾の辞儀については諸説がある。すなわち、筒を星の糸見る説、図の男に見る説、筒を船の樹上に見る説、船玉を収める筒に見る説、津島の筒に関連づけて、筒の男に見る説、後悔に従った餅、水の実を、筒しに見る説などである。 かつて当社祭人の本事物は薬師如来とされ、投稿院急増。現在は、福岡市美術館像の木造薬師如来座像と、県属の十二神将立像、いずれも国の重要文化財は、住吉神社本事物が、投稿院に移されたものという。う、社紀、畜前国住吉大明神ご演技では、この住吉神社が鎮座する地を住吉神の生まれた、淡木原、 あわきはら、あおきげんの戸籍に否定する。これをもって、住吉神社略史では、上古よりの鎮座として、住吉本社、または、日本第一の住吉宮であるとし、全国二千数百社ある、住吉神社の始祖である根拠としている。また、住吉大社の、住吉大社神代記の住吉大見は、権限主題化の得達年十二月五十日、かの問いには、 本田美子を生みます。小事人その三所、海ぶところを泣けて、海と岩く府。筑子大臣、社を定めた手つらむとして皇后に教えてわく。我が新たまおば、あなとの山田優につらしめよ。次に、あなとたのただしの祖先律。つもり蓮の祖主早速に、民のすくね皇后に消して、猛作。軍、三草の御神三の神、三柱の神いさ欲しくしたまうち。必ずよろしく定め。 まつるべし。とあり、住吉三上を畜紫大臣と記されていることからも当社が、住吉神社の子祖であるねとなっている。中世絵図の博多小津には、当社の鎮座地が、地形的には、比江川と中川の河口に突き出た、霊贅津の岬の上に位置する様子が見られ、当地は公開守護神の祭祀地として敵地であったと、考えられている。また、和明王では、 築前国中群に海富号の記載があるほか、境内からは、弥生時代の道家、道保、道保が出土したとも伝えられることから、当地が古くから海民族にとっての聖地であったとする、説もある。なお、築前国属風土紀周囲では、当社の元地を、住吉三上総本宮荒人神社、福岡県中川市とする。この伝承では、 荒人神社の地まで海岸線であったとし、海岸線の交代とともに、現在の博多区住吉に遷座したとしている。式内社調査報告では、住吉神社と荒人神社の中間に、那国、すぐ岡本遺跡など、が展開していたことから、中川の上流、下流に位置する神社として、古代より、両者の祭祀が結ばれていたとする説もある。また、 全国的に、住吉神を祀る神社に関して見た場合、住吉大社神代記や、演儀式神明朝、二十七年成立において、摂津国、張馬国、長渡国、筑前国、一期国、津島国にそれぞれ住吉社の記載があることから、当社含めこれらの社には、朝鮮航路の要所に配置する意図があったとする説も、ある。この中で、住吉神は、 神宮皇后の政党伝承と不可分であることから、国家的な皇嗣御神に位置づけられていたとし、五世紀の和の皇王の頃から、大和王権の軍事、外交に深く関わっていたとする説もある。文献上の所見は、天平九年、七百三十七年で、伊勢神宮などとともに、畜筆住吉に、白木の武霊の報告と公平がなされた。新昇格直府省によれば、 大道元年806年には住吉神に神風36個が築全国から当てられている。また、昭和14年847年には総延人が任樹2年852年には総延賃が日東に当たって経典の読書を行っている。国史では天安3年859年に築全国の住吉神の深海が 無意から十五一下に少女されたと見えるほか、元領二年、八百七十八年には、白木凶族を告げる歌詞偶の託戦を受けて、朝廷の宝兵へ預かっている。延長五年、九百二十七年成立の演儀式新名朝では、筑前国中軍に、住吉神社三座並名神大と記載され、三座が名神大社に列している。また、吉大社神大では、 筑前国中軍住吉社三前や筑前国中軍住吉荒人神社三前の表記で記載されている。広人元年、1019年には五一条天皇の一代一度の歩兵に預かったほか、元影二年、1119年にも住吉社仙宮の日時関猿がなされており、国家神的性格は平安時代末期にも継続する。中世以降は、堅無元年、 1334年の文書を、書見として、畜全国の一宮の位置づけにあったとされる。文献では、畜全国の一宮として、箱崎宮、福岡市東区箱崎も見られるが、中世以前の資料で、一宮の記述が確認されているのは、畜全国で、住吉神社のみになる。この頃の竹崎末永の猛古襲来絵言葉では、住吉神社の朱塗りの鳥居が描かれている。 また、文明十二年、1480年には、レンガ氏の葬儀が参拝しており、畜死同期に戦乱による、住吉神社後輩の様子を記している。戦国時代には、当社に伝わる古文書を山口の大内義隆のもとに、上申していたところ、天文二十年、1551年の大明治の変に巻き込まれ、その一切を散逸したという。江戸時代。 福岡藩主となった黒田長政が、元那九年、1623年に白銀2000枚を下行して、社殿を再興し、その時の本殿が現在まで使用されている。天那三年、1683年には三代藩主、黒田光幸が車両として三十国を寄せ、文化十三年、1816年には十代藩主、黒田成清が二十国を加造したことにより、 計五十国を有した。この頃のべ当時は、松、花山延服寺であった。明治維新後、明治五年、1872年に、近代社格制度において、県社に列し、大正十四年、1925年に、官平商社に昇格した。戦後は、神社本庁の別表神社に列している。平成十六年、2004年からは、境内域周辺。 住吉神社遺跡で発掘調査が開始されている。平成26年、2014年までの計算時の調査では、中世近世期の屋敷地の遺構が、祭祀に関わる遺物を伴い検出されるとともに、屋敷地の方位が現在の本殿と一致し、この方位が中世前半まで遡ることも認められた。新職は、類ュフ、戦勝の天元2年。 1979年、大城幹部によると大宮寺があったといい、東鏡には、源の頼朝にも仕えた新官として、佐伯氏の名が見え、その後は、佐伯氏松江の横田氏が代々になったという。車両は文献に、住吉省と見え、その所属は、小白川院領、千明門院領、伏見院領、天皇家領と変遷しながら継続した。 境内の広さは8,107坪、2.68ヘクタール。博多が砂丘場に立地するのとは異なり、境内周辺は中川の中石地に立地する。境内社殿の内本殿は、江戸時代前期の現画9年、1623年の福岡藩主、黒田長政による造営。様式は、墨吉造りと称される独特のもので、 大阪の住吉大社とも共通する。住吉大社本殿は四棟でこちらは一棟であるが、造営年代は住吉大社本殿、1810年造営、より大きく先行する。形式はけた行き、奥行き島、張間、間口二軒の切り妻作りで、屋根は日はだぶき。屋根や、それにふすはふ、ちぎ、かつおもく三本が直線的であるという点は、個性を反映するという。 柱は朱色、板壁は白色で彩る。この墨吉作りは、神明作り、大古書作りなどと共に、仏教都来以前に遡りうる古代日本の建築様式とされ、大和大王の住居の様式とする説もある。この本殿は国の重要文化財に指定されている。本殿前に建てられている拝殿は、入りもや作りで、屋根は、銅板葺。き。 また、境内南側にある農学殿は、慶語神社、福岡市中央区天神農学堂の老朽化に伴い、昭和10年、1935年ら、住吉神社内での造営が計画され、昭和13年、1938年に完成したものになる。入りも屋作りのつま入りで、屋根は並子鉄板吹き。この農学殿は、 日本の伝統様式と洋風の様式を一体とした近代和風建築であり、福岡市指定文化財に指定されている。その他、境内には、神楽殿、みかなどの社殿がある。節末社は、節社2社、末社6社の、計8社。その他に関係者として、千代森神社、福岡市博多区、千代、下照姫神社、福岡市博多区祇園町がある。 所在地、交通アクセス、駐車原点出店、書籍、サイト。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。